こんにちは。これはキンセンカの花です。英語ではポットマリーゴールド、また学名からカレンデュラとも言われます。このオレンジ色の花びらを植物油に漬け込んで作られた浸出油インフューズドオイルをカレンデュラオイルと言います。こんな黄金色とでも言いましょうか、オレンジ色がかった黄色のオイルです。アロマテラピーショップで売られているカレンデュラオイルはほとんどが輸入品で、ベースオイルはひまわりの種から取れるサンフラワーオイルのものが多いです。日本ではサンフラワーオイルはあんまり使用しませんが、ヨーロッパの方ではスキンケアや食用にもよく使われるビタミン豊富で保湿効果も高いオイルです。ちなみに現在大変な状況にあるウクライナはサンフラワーオイル生産世界一の国です。乾燥させた花びらをホホバオイルやオリーブオイルなどにつけてご自分で簡単に作ることもできます。今回は市販のサンフラワーオイルで作られたカレンデュラオイルを使って肌荒れやちょっとした傷に使えるカレンデュラ軟膏を作ります。そして次回の動画では肌荒れや敏感肌のスキンケア、また老化予防にもいいカレンデュラクリームを作りますので、ぜひご覧になってください。では材料はカレンデュラオイル 15ml、 蜜蝋 3g、ラベンダー精油10滴です。カレンデュラオイルと蜜蝋だけでもいいのですが、軽い怪我の時に抗菌抗炎症作用のあるラベンダーがいいので入れます。ラベンダー精油は学名のところにラバンデュラオフィキナリス、またはラバンデュラアングスティフォリアと書かれたものを選んでください。もし肌荒れなど顔に塗る場合は精油は入れないか2滴くらいまでにしてください。では作っていきます。オイルの中に蜜蝋を入れます。そして湯煎で温めて蜜蝋を溶かします。電子レンジで加熱する場合は時間を小刻みにして様子を見ながら、決してグツグツと、沸騰しているような状態にならないように気をつけて加熱してください。蜜蝋が溶けたら OK です。やけどしないように気をつけてくださいね。そして容器に移して精油を入れます。入れたらよくかき混ぜて冷まします。しっかり固まれば出来上がりです。すり傷や軽いやけどにそっと優しくつけてください。また肌荒れの場合もこすらずに優しくつけてください。ラベンダー精油はやけどに良いと有名ですが、私もやけどの時はいつもこの精油に助けられています。私の場合ですが、あちってなった時間髪を入れずにラベンダー精油を原液でポタッと患部に垂らして、そのまま氷や保冷剤で痛みが収まるまで冷やし続けます。そして痛みが少し収まればこのラベンダー入りのカレンデュラ軟膏かシウン膏というシコンの入った軟膏を何度かつけて保護します。そうすると水ぶくれにならずに治りが早くて、傷跡も残らず綺麗に治るんですよね。私はアロマトリートメントの仕事をしているので、手に怪我をしてしまうと仕事ができないので、こんな時本当にラベンダー精油はありがたいなとつくづく思います。なお精油やハーブは医薬品ではないので、ちゃんとした治療には医療機関を受診してください。また精油は基本原液では使用しないでください。次回は敏感肌、老化予防、肌荒れにおすすめのスキンケア用カレンデュラクリームの作り方をご紹介します。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。